ミックスどう思ってはるんかなっていう、いいカメラだけど使えないなっていうのが、いやむずそれGH6 から許容範囲に入ったんですよ。 GH5-2 まではあんまハマんなかったよ、はい。パナとソニーやったら色どっちが好きですか？いやそれまでマジで分からん。いいっすか、ちょっともういいよ、どう始めるのか分かんないけど。はい、というわけで、皆さんこんにちは、アキラです。今日はなんとケイスケさんのお家にお邪魔してます。お家に来ていただきました、ありがとうございます。さっきもちらっと動画撮ってはったんですけど、超裏側見させてもらって、アキヤくんが来る時間になってもまだ僕 のプライベートの動画が撮り終わらなくて、これちょっと5分ぐらい待ってくんないっつって後ろで拝見させてもらってました。シンプルに YouTube 動画撮りました。ざっくりと話したい内容が、はいはいはい、まあ、パナソニックルミックストークしたいんですけど、はい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 、ぶっちゃけをめっちゃ聞いていきたいなと思って、はいはい、いいですよ。で、何を聞くかとかどういったことを僕がまあ話したいっていうのは全く一切言ってなくて、あ、聞いてない、そうそう聞いてない、いやそうそう聞いてない。パナソニックっぽいみたいなぐらいのふわっとしたことしか確かに聞いてないわ。最近ケイスケさんもパナソニックスポッカイダーのところ拝見させてもらってたんで、ソニーをこうがっつり使ってるケイスケさんが見た視点でのまあちょっとまあパナソニックのところをすんごい深掘りして、なるほど、聞いていきたいなと思ってます。まあ、多分確かに僕の動画見て GH6 とか買ってくれた人結構多いですよね、そうイメージはあって、まあ果たしてどっちがいいんじゃってところは多分気になってる人も多いと思うんで、これは ね結構あんまり僕の YouTube で喋んないかもしれないから。というわけで、まあ一番最初にお聞きしたいんですけど、多分ねこれ僕も思ったんですけど、パナソニックのユーザーさん結構思ってる方いらっしゃったと思うんですけど、ほう、いやぶっちゃけもシンプルにルミックスどう思ってはるんかなっていうところなんですね。はい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 、レビュー動画を出されていて、まあお仕事という背景があったと思うんですけど、そこから GH6 本当に好きなのかなとか、はいはいはい、ルミックスの使う理由ってほんまはなんなんやろうなみたいな、はい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 、が僕すごい気になってたんですよね。なるほどなるほど、もうこれ答えていいです、はい。ですね、どっから答えていけばいいんだろうな。でも全然悪いネガティブなイメージは、まあ割と僕はその動画で伝えてることと結構本心は一緒だから、うん、あれなんだけど、まあ、ただもちろん一番ファーストステップとして使った理由はもちろん PR、はい、それは当たり前なんだけど、まあ、逆に言うとそれがなかったらもちろん多分使ってない可能性は全然ある、うん、なるほど。やっぱりそのカメラ持ってていろんなレンズを持ってて次のカメラってか別のメーカーに行くって相当なことがない限りやっぱないですね、うん、そうですね、確かに。なんで、まあその当たり前だけどこのまあそのルミックスが悪いとかそういうイメージもあったわけじゃなく、ニコンキャノンが悪いとかそういうイメージもあったわけじゃないけど、まあ今自分がソニーがベストだなと思って使ってる以上、自分から他のまずメーカーに相当なこうアドバンテージがない限りはいかないと。だけど、使うチャンスがあればもちろん調べるし見るよねっていうところがあって、まあ、ぶっちゃけ GH5-2 まではあんまハマんなかったよ、はい、いいなとは思ってたものの、使ったことはあったんすか？それも PR だから、あ、 GH5-2 と GH6 はPR でいただいて、あ、で5-2があまり、そうそう、5-2は悪いカメラでもちろんなかったし、ちゃんとしたそういうレビューもしたんだけど、はい、自分 その機材入れ替わるかっていうところで言うとむずいというか、やっぱそのなんだろう、細々したところはいいけど、例えばその使ってるカメラがソニーの α7S3っていうカメラだから、はいはい、やっぱ 4K のハイフレームレートが欲しいねって普段はあって、はい、そうですよね、はい、まあ、それがまあないよねみたいな部分だったりとか、まあ、そもそものスペックでちょっと足んないからいいカメラだけど使えないなっていうのが5-2 まではあって、うんうんうん、ただ6になってからそこら辺が払拭されて、うん、まあ、実際使ってみていい部分もかなりあったから、あ、じゃあ並行して使おうっていう風に今なってるってことですね。なるほど、はい、はあはあ、まあ、やっぱりその僕自身も、うんうん、まあ、正直ソニーで潤沢なこうカメラとかレンズがある方がわざわざ GH とかそれこそ S シリーズのフルサイズとかに行くことって少ないとやっぱ思うんですよね。まあ少ない少ない、うん、僕自身もソニーが揃ってたりとかで、まあ、用途にもやっぱよるんですけど、うんうんうん、僕も多分ソニー揃ってたらそこまでこうどうしてもとはならない気がするんで、でもこう GH6 を今お使いっていうところもあって、うんうん、本当はどうなのかなみたいなところをちょっと聞きたかったかなっていう感じで、ね、でも2つ僕が使う理由は結構2つあって、はい、1個は表現の幅がやっぱ変わるんですよ。おー、あ、なんか
あのちょっとフルサイズフルサイズだったら分かんないけど、フルサイズマイクロフォーサーズっていう、はい、要はその、はい、全然センサーが違うもの、はい、で正直もうマイクロフォーサーズって、まあ、ないやろみたいな思ってたところは、まあ、正直あったんですけど、とはいえ、まあ、結構これ動画でも話してることなんだけど、フルサイズってレンズがまあ大きかったりとか、はい、あとはその例えば2470便利なんだけどめちゃくちゃ寄れるわけじゃなかったりするとかあるのが、まあ、逆にそのマイクロフォーサーズだと24からこれだったらフルサイズ換算でね、はい、120までいけてめちゃくちゃ寄れるじゃん、寄れます、ね、なんかそういう表現って多分できなかったんですよね。なんか寄るんだったらマクロ変えるとか、そうです、まあ、レンズの表現幅もシンプルにめっちゃ広くなりやすいみたいな、確かにだからシンプルにこう表現方法が違うものとして取り入れられるなと思ったんで使ったのが一つ、うん、なるほど。でもう一個はおすすめしやすいなっていうのとも思ったのもある。なるほど。要はその一般の人がこれから本格的に映像を始めたいなと思った選択肢として、はいはい、結構ベストなんじゃないかって思ったのもある。うん、やっぱそれはインフルエンサー的な立場として、うん、みんながこう僕はベストっていう思うカメラを使ったいと思ってるから、うん、はい、なんかその辺で GH6 って一個のこうベスト系だなと思ったんで使ってるっていうのもありますね。 S シリーズはお使いになられたことって？いや、ないっす。なんかちょこっと触ったのはあるんですけど、ちゃんとこう映像撮ったりとか写真撮ったりとかない。うん、ルミックスの中でも特に GH6 が結構まあすごいハマるような一機だったっていうような、うん、そうですね、そうですね。やっぱルミックスのフルサイズ機は重い、重いそう重いイメージがありすぎてまだちょっと手を出してないって感じですね。確かに、まあそうですね、うん、重さはもう多分ピカッと重い重いのよ、ドシッとしてるの、はい、はい、なるほど、ありがとうございます、はい。なんかケイスケさん的にカメラごとによってもなんか癖とか特徴ってあるじゃないですか、うんうんうん、なんかそういうのをルミックスはどう見てるのかなっていうのをちょっと聞きたいですね。はい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 。まあ、これはもう今までも散々言ってるかもしれないけど UI 操作性かな、はい、やっぱり。うーん、なんかこうボタンがちゃんともともと揃ってるところとか、はいはい、その辺ってソニーはあんまないですよ。あ、ソニーってやっぱカスタムボタンありきの結構構造してたりとかして、あとカスタムもちょっと少ないんですよね。なんでまあそことか、あとはもう多分使ってると分かると思うんだけど、まあボタン類でいうと、ここのね、はいはい、ここにこうマニュアルフォーカスシングル A 切り替えスイッチがあるとか、はい、そこもそうだし、ラットが当てれるとか、あとね結構いいなと思ったのはヒストグラムと水準器同時表示できるね。あ、できます。このルミックスは波形も出す。そうそうそう、それがねできないのよソニーは。そこっすね、うん、そこはマジでいいっすよ、うん、ね、そうそうそう。え、なんか出したいじゃん、なんか出したい、情報を自分で取捨選択して出したいけどやっぱできなくて、水準器だけも変更ができないんですよね。その単品でのオンオフもできないんですよね。そう、だからなんかその辺かな、細かいところでのその辺。あとまあ実際に使ったところで言うと、まあ、もちろん手ブレ補正だったりとかレンズの便利さと、はい、音かな、音も結構いい。あー、確かに確かに、うん、やっぱソニーはいろいろマイクの種類とかがあるから、まあその辺でこう優位な部分はあるけど、まあ僕あんまマイク使いたくなくて本当は。うーん、あー、そうなんですね。本音はマイク使いたくないから、ここにもうモフモフをつけてやろうかなって一生思ってる。そう、まあ一応音的に 24bit、 そうですね、そうですね、はい、うん、そうだから、まあ、それこそソニーの ZV-1 みたいにここにプスッと刺してこうモフモフってなるようなやつがあればいいのになってずっと思ってる。なるほど、うん、それで完結するんじゃないかなってずっと思ってますね。はあ、ははあ、で、ちなみにその、まあ、操作性みたいなところはすごいこう今いろいろ紹介していただいたんですけど、はいはいはい、映る絵に対してはどうですか？なんか癖とかあります？いや、むしろ癖ない方かなと思ってて、色は割とすっきりしてる印象、まあ、寄らないっていう、なんか白が白として出るっていうような印象がなんか結構あって、僕の中ではナチュラルな感じですか？そうね、なんかね、なんて表現したらいいか分かんないけど、ニコンの Z シリーズにちょっと近いかも。あ、なんか雰囲気だと、この辺全然伝わんないんだけどそう言われてもなんか割と透明感あるっていうか、あ、それはちょっと、シャドウへの落ち方が綺麗っていうか、はいはい、のところはなんかニコンの Z とかもそうなんだけど割とそういう特徴があって、うん、キャノンはもっとパーンって映って、ニコンの、一眼レフはもっと渋い映りをするんですよ、うんうんうん、濁るというか、それがまた逆にいいんだけど、はい、ソニーはもっとコントラストがバッてつくちょっと色鮮やかな印象はやっぱりあって、うん、なるほど、うん、ソニーと比べた時のグレーディングのしてる時とかのその体勢というか、
はいはいはい、いじりやすさみたいなってことですか？あ、それは、逆に言うとそのやりづらくなかったっていうのが一個その理由にはあって、はいはいはい、あのね、キヤノン、ニコン、富士フィルムはやりづらかったのよ、グレーディングは。僕的になんですけど、それはなんかその癖があるのかもしれないけど、割とソニーとパナソニックはプロファイルが似てるっていうか、多分ログの、新しい方だけどね、ソニーの散らかっちゃった話がソニーの S シネトーン側、新しい要は α7S3 とかのログと、はい、多分こっちの GH6 の V ログだっけ、はい、とかの、多分カラーの要は色 なんていうんだろう、コントラスト状態とかがちょっと似てるんだと思うんだけど、うんうん、色がすごい入りやすかったっていうのは印象にあって、うん、逆にニコンの Z9 とか、キャノンの R3 とかちょっと入れづらかったんですよね。その印象があったはあったですね。じゃあ、まあ、ぶっちゃけパナとソニーやったら色どっちが好きですか？いやそれはねマジで分からん。それはガチで分からんくて、それ本当に嘘ついてるとかじゃなくて、なんかなんだろうな、正直エモい色味を出したいとかだったらソニーの方が出るのかなって思ったりもするんだけど、確かに、あ、その表現めっちゃピンときました。でもまあ出そうと思えば出せるしなっていうのもあるから、なんか別にそこまでこだわってるわけじゃないけど、やりやすさっていうのは結構大事で、僕の中で最終的な上がり、一番最後に出てくる絵よりもいじりやすさとかすぐに出る感じの方が重要視してる。そうですね、そうですね。なんかその、そうそうそう、やっぱやってて気持ちいいというか、うんうんうん、そう、なんかうまい色出ねえんだよなっていうのが、その例えば一動画にさ30個クリップ入るとして、なんか色出ねえな、30個グレーディングするのしんどいじゃん。いやでも色綺麗に出るわって思いながら30個グレーディングできる方がいいから。確かにグレーディング時の楽しさみたいなもん、そうそうそう、まあ、結構大事、テンション感みたいな大事。確かに、なるほど、ありがとうございます。はい、まあケイスケさん、まあ昨日もたくさんお話しさせていただいて、はいはいはい、あのセミナーでね、あ、そうです、ミックスベース東京の、はい、ミックスベース東京でイベントさせてもらいました。で、まあ改めてこういろいろお話しさせていただくと、そのまあケイスケさんの映像のこう作る、まあ、メインとしてはやっぱ Vlog であったりとか、はいはいはい、旅に行ったりとか、ね、まあ手軽にいろんなものを撮れるっていうところで、うんうんうん、オートフォーカスは欠かせないと思うんですよね、うん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 、やっぱり。で僕自身はまあマニュアルっていうもう思考しかないんで、ちょっとこう僕はあんまこうオートフォーカスについて詳しくは話せないんですけど、はいはいはい、実際 YouTube で GH6 を使ってて、うん、大丈夫なのかなっていう、そのやっぱり実用的なレベルなのか、まだ物足りないのか、やっぱソニーってすんごい、まあ、ソニーはすごい早い、うん、そこもぶっちゃけてもらいたいですね。いやそれは多分 GH6 から許容範囲に入ったんですよ。なるほど。まあ、正直そのソニーの方がもちろん早いのは当たり前で、はい、例えばオートフォーカスの、早い低いっていうのをこう下から上までありますと、はい、で、Vlog に使える範囲っていうのは多分ここからここら辺の速度、うん、要は0から 100% まであったとしたら、はい、まあ、60% から 100% まで、うん、でソニーはもう 90% ぐらいまでいるんだよね。で、GH6 は多分、あ、GH5-2 とかはこの辺なのよ。あ、まだ下ってことですか？そう、まだ下でちょっとギリ使えないかなと思ったのが、多分 GH6 がこの辺に上がったんだよね。あ、もうギリギリじゃなくてちょい上ぐらい、ちょい上ぐらいに上がって、そうだから割とまあ別に違和感ないかなっていう感じで今のところは使えてる。イライラしないですか？イライラしないか。いや本当にイライラしない。別に、うん、分かんない、顔認識してくれてるから合ってるように見えるのか、あとはそのフォーサーズだから、はい、深度もそんな浅くない、そもそも難しくない、そうそう、そもそもそれはあります、ね、そう、合ってる範囲が広いからっていうのもあるけど、まあでもわりかしそれでやってて今のところ困ったことないですね。それすごい意外ですね、うん、なんか人物の顔の認識以外に例えば物であったりとか、うんうん、なんかこうご飯を食べるときに物撮りをするときとかの映画とかどうですか？いやどうかな、でもなんかでもそれに関して言うとソニーもめっちゃいいかって言われると外すときあるんですよ。なんか意図してないときに行くとこはあるから、なんか結局そのタッチフォーカスとか使うこと多くて、あ、なんかタッチとかしちゃうんだったらそんな変わんないというか、まあそうです、ね、そう、ここでピッてやるんだったら別に変わんないなって思ったり、まあそうですね、こうやってる時のこう自分では操作できないから、しっかり合わせてほしいんであってっていう感じです。そうそう、だから料理は結構タッチピッてやるんだったらそのソニーもこっちもあんま変わんないかなって思いますね。なるほど。逆にソニーだと早すぎてこう目の前にいた瞬間プッてみたいな、どっちでも合うみたいな感じになりがち。なるほど、早いがゆえに、早いがゆえに、いや早いみたいななったりするから、AF 使ってますっていう感じは確かに否めないですね。
出るのはあるっすね。って言っても最初にカメラ使い始める人とかは分かんないし、うん、まあ、意外と設定もなんか変えてんのに意図してねえなみたいな動きにはやっぱりなったりするんで、はい、なんかその辺含めると意外とかなっていう、僕のめっちゃ理想なんですけど、まあ、GH6 とか、まあ、次の、まあ、何かしらのこう S か分からないですけど、うん、っていうところでオートフォーカスが、まあ、さらに強化されて速くなった段階で粘り気とかこう追従速度を自分でゆっくりめにしていくっていうのが結構最適解な気がして、確かに確かに確かに、それはそうかも、はい、そこにパナソニックも行けばすごくいいなとは思ってます、うん、まあ早いに越したことないですからね。そうですね、デフォが早いに越したことは絶対ないからそう、それは間違いない。ではルミックスの今後のカメラに求める性能とか、ここあったらめっちゃいいなとかお聞きしたいです。いやむずそれ僕結構そこむずくて、あのアキヤ君みたいに映像ゴリゴリその MV とか撮るタイプじゃないじゃないですか、って考えた時にそのスペックはどっちかっていうともう割と満足なんですよ。正直言うと、なんかなんなら別に α7-3 でも結構撮れるしなっていう、まあ頑張れば撮れるしなっていうところを自分を楽させてくれるからスペックがあるっていう感じだと思ってて、スペックを上げて重たくなるんだったら軽くしてほしい派なんですよ。まあコンパクトさだったりとか利便性、他の利便性みたいなところは結構やってほしい。バッテリーとか、そう、なんだろう、手ブレ補正とか、それこそ、はいはい、手ブレ補正が、あ、手ブレ補正はめっちゃ効いてほしいっていうそれシンプルスペックアップだとシンプルスペックアップだけどでも GH ってもう業界トップクラス。あ、まあでも確かに確かに相当いい。もっと、いや、まあもう全然緩ねえみたいなでもGH6 とかって入ってるか分かんないけど、はい、ジャイロセンサーって入ってる？あ、分かんない。 GH は GH 分からないです。僕分かんないですよね。僕も分かんないんだけど、ソニーはジャイロセンサー入ってるで、ジャイロセンサー入ってるカメラだと後でそのジャイロを検出して手ブレ補正するっていうジャイロフローってアプリがあって、それこそポケシネシリーズが今入りましたね、入りましたね。それで後で、そのジャイロを検出して手ブレ補正するみたいなのがあるらしくて、なるほど、それ言ったらもういよいよジンバルいらんのちゃうっていう、確かに確かに、そう、とこまでいけるから、そのジンバルいらなくしてほしい。いや、めっちゃわかりますそことか、まあ、なんかそういうこと、なんかその、そう、もうどん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 やっぱ機材を本当は減らしていきたくて、だからカメラもちっちゃくしてほしいし、ジンバルもいらないし、なんならレンズもこう20mm から 180mm まで撮れる F1.7 でこんなちっちゃいみたいなそう、まあ、フォーサーズならね、そう、ありえるかもしれないから。でその手ブレ補正って強くなればなるほど、なんかその歪みというかこうぐねりみたいなので絵の端っことか出てくるじゃないですか、うん、それは許容できます？いや、ね、そこはソニーがめっちゃ優秀なのよ。そこはソニーがすごく優秀で、ソニーってまあまあ、ZV-E10 とかはあるんですけど、さすがにちょっとグニャッとするんですけど、α7S3 とかって全然グニャらないんですよ。へ、そこはめちゃくちゃ優秀で全くそれがない。だから手ブレ補正はちょっと弱いかもしれないけど、はいはい、そう、要はその中身の電子手ブレ補正みたいなのが、なんかちょっと特殊な機構で入ってて、てか電子手ブレ補正っていうのは多分ないですよ、ソニー。あ、そうなんですね。そう、オール光学の手ブレ補正になってるからグニャらないっていうやつなんですけど、だからそれで困ってないから、まあ GH も別に電子手ブレ補正入れなければそんなグニャらないですよね。だからいざとなった時に強くブーストしたいぜでもうジンバル化するみたいなそう機能があればいいなって感じですね。なるほど、まあ自分でもこう選択できてみたいな、はい、なるほど、そうです、ありがとうございます、はい、なんか最後に思ったんですけど、はい、まあケイスケさん今回 GH だから結構フィットしたのかなっていうのも、はいはいはい、すいません、なんかこんな言い方しちゃってあれなんですけど、もし S が次新しいのバーンって登場してゴリゴリのスペックで出てきたとして、まあオートフォーカスも速くてスペックも申し分ないと、うんうんうん、ただ重かったりでかかったら使う可能性は低いってことですか、ね、低いね。おお、やっぱその重たいのは結構しんどいから、うん、的にはまあそれがなんかもう一個でカバーできて、なんかそのもう願ったり叶ったりな機能が全部ついてますだったらちょっと迷うけど、なんかまあぶっちゃけその僕の用途ってもう大きさ重さ関係なくて、はい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 、出てくる絵が良ければ全て良しなんですけど、まあ、そこは結構正反対な気がしてて、そうですね、そうですね。でその YouTube をこう見てくださってる方ってやっぱりそういうコンパクト軽量が求めてはる方の方がやっぱ多いと思うので、多い、まあそう絶対数としては。なんで次もし S 出たらちょっとまた出てもらって
けど、ちょっと待って、本音聞いて、もしかしたら圭介さんの方がこうより身近な視点でたくさん見れるかなとは思うんで、ぜひちょっとまたお邪魔します。わかりました。僕のこのチャンネルで GH のこう動画出させてもらったりはしたんですけど、はい、GH のおすすめのレンズっていうのを一個も言えてないんですよね。あ、はい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 、僕今 GH システムがもうないので、うんうんうん、昔使ってたんですけど、なんで最後に GH6 お使いの方とか購入を迷われてる方に圭介さん一押しのレンズだけ紹介してもらえたら嬉しいなと。そうですね、いや僕は結構 GH は最小構成派なんですよ、はいはい、もう最低限で生きてえなって思うタイプなんで、うん、まずキットレンズですね、うんうん、1260mmF4。 そうですね、キットレンズがすごい。そう、キットレンズがすごいね。そう、これはもうなんか10万ぐらいするキットレンズだから、キットレンズではないんだけど、もうあのその辺のねイメージのするなんだけど、まあこれ1本あればほとんどのシーンめっちゃ撮れる。うん、とあとは手ブレ補正がめちゃくちゃ強いんですよね。パワー OIS でついてて結託具合が強いじゃん。だからほぼこれでいけるかなと思ってこのレンズで、あともう1本持ってで来ましょうか。 ありがとうございます。後ろにこれですね、はい、これはもう自腹で買ったやつ。わー、 42.5。 これもいくらぐらいですか。これも10万前後かな。一応ライカのあれですね。そうそう、ライカので、パワー OIS もついてる。85でついてたらめっちゃ信頼できます、ね、そうそうそう。だから、結構これでこの2つで撮影することがもう僕は多いというか、もうこの2つオンリーでやってる今。まあ十分ですよね。そう、十分で、なんか足りなくなってきたら1本追加しようかなと思ってるんですけど、まあでも基本足りないシーンが今のところないから、超広角を1本、あ、まああのね、昨日そう、あの中澤さんから、あ、9mm は別に言っていいんじゃない？いいですよね。そうそうそう、9mm をそう、あのパナソニックの方から送っていただけるっていう話をね昨日もらったんですけど、まあそれを使ってみたりとか、うん、確かにその3本でもオールオッケーな感じ、うん、オールオッケーな感じする。まあ望遠使ってみなかったらまた増やすとかあるかもしれないけど、まあ2本でも、うん、そう、一旦いけるからこれでいって足りない部分足すっていう、うん、ちなみに 1025mm 知ってます？あ、知ってます、知ってます。 F1.4、はい、あ、F1.7、 1.7 のやつです。あれどう思います？いや、あれね、ハマんなかったんですよ俺。あ、使った、あ、使ったんですけど、あれね、なんか絶妙にハマんなくて僕。どういうあれですか？いや、悪くでかいからですか？そう、でか、ね、なんだろうな、いや、なんかあれ、大きさの割に軽いっすよね。あ、そうですね、なんかめっちゃ重いってわけじゃないですか、ね、そう、なんか、あれ想像より軽いなっていう、でも、まあ、でかいけどっていう感じにはなってよかったんすけど、何が引っかかんなんか、多分その F1.7 のボケ感ではやっぱフルサイズ感でいくとないのと、思ったより寄れないんですよ。1025だと多分2050フルサイズ換算、はいはいはい、で50ってちょっと足んないんですよね僕の中で。あ、そうですね、うん、ズーム域がちょっと物足りない。そうそうそう、ズーム域が物足りなくて、いい感じの塩梅ではあるんだけど、なんかそこのレンズ行くんだったら別にフルサイズでいいかなって思っちゃって。なるほど、って感じです。確かに結局大きくなったら、そうそう、大きくなるんだったら別に α7-3 に2470でいいじゃんっていう多分のな、ね、もうなんならシグマの2470とかつけたらもうちっちゃい、そっちの方がちっちゃいんじゃないかっていう感じになるから、これはそっちでいいんじゃないってなって、あのじゃなくてこうやっぱりこういう便利なレンズの方行ったって感じですね。なるほど、確かにそうですよね。僕は GH6 とあの1025を使って作例も撮ったりしてたんですけど、うんうん、僕は結構あれハマったんですよ。ああ、そうなんですね、はい、で、なんかまあ描写もすごい綺麗だし、AF も割と早く動いてくれたんで、僕は結構好きで、大きさ重さは全く関係しないタイプなんで、うんうんうん、すごい良かったんですけど、確かにあの大きさになるんだったらフルサイズでもいいかなっていうそれは確かに、そう思っちゃって、はい、でやっぱマイクロフォーサーズの良さを生かしたいなってことでこの辺ですね。そう、なるほど。いや本当なんか勉強にさ、いやいや全然全然こんなレベルはありがとうございます。やっぱこうどうしても僕もパナソニックいろいろ発信したい思いがありつつ、でもその用途がこう YouTube が第一に来てないんで、うん、そうですよね、映像制作っていうところの視点が多いんで、ちょっとそういうこう情報が欲しいなと思ったら、あの来させていただきます。はい、了解です。これからもね、はいはい、了解です。というわけで、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございます。この動画がいいなというふうに思ってくださった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。圭介さんの方のチャンネルにも僕、はい、出てきますので、いただきますので、はい、そちらもチェックしてもらえたらと思います、はい、というわけで皆さん本日はありがとうございました。さよなら。はい。バカ緊張だ。
そうなるんだね。